ハローエブリワン、推薦バレーボールチャンネルへようこそ。タイトル、サムネにもある通り、駿台学園高校さんと練習試合。はい、今回はですね、高校生の練習試合に混ぜていただいたんですけれども、参加チームが、国体の時期に練習試合したので、国体チームがメインになるんですけれども、神奈川国体、山形国体、静岡国体、そして推薦で駿台学園高校さんは、国体登録メンバーの方はいなかったと思うんですけれども、三軍と呼んでましたね、はい、我々はと練習試合をさせていただいた様子をこれからお届けしようと思います。それでは行きましょう。はい、ということで始まりました。右が推薦、今ランタですね、副キャプテンのランタがサーブを打ちました。はい、そして、奥が駿台学園高校さんの三軍ということで、駿台学園といえばもうバレー界ではね、もう超名門ですよ。何回日本一取ってんだっていう、ね、話ですよ。もうそんぐらいね、超有名な高校なんですけれども、今年ももちろん強くて、高校のタイトル今2冠してますね。はい、インターハイ、国体、春高とあるんですけれども、すでにインターハイ、国体はもう制覇しているということで、はい、もうめちゃくちゃ強いですね。はい、その3軍ということで、どれだけ強いのかっていうのをね、見ていただきたいなと思います。ドンマイだな、あれ、はい、ね、上手だね、タイミングがいい。で、さっきね、さっきのライトプレイヤー、今サーブ打ってる方なんですけれども、彼がね、めちゃくちゃもう厄介というかね、とってもグッドプレイヤーなんですよ。さっきのね、あのいやらしいフェイントとかね、で少しコースも開けばしっかり打ち込んでくるみたいなね、めちゃめちゃいいプレイヤーなので、そこも注目していただきたいなと思います。なんか僕のなんか思ったことなんですけど、あのあれに似てるなって、なんだっけ、あの東京グレートベアーズにいて海外に行ったあの谷口航選手とすごくなんか似てるなっていう、まあ、彼は今リベロやっていると思うんですけど、大学とか学生時代はあの左利きであのあんな感じでスパイクも打ったりレシーブもしたりっていうプレイヤーだったので、すごく似てるなっていうふうに思いました。はい、いやでもここね、この映像相当貴重だと思うんですよ。だってもう未来のね、駿台を背負う方々が、ね、今コートに立ってるわけですからね、とっても貴重な映像になるのかなと、はい、思います。はい、ということで、試合見ていきましょう。で5対2、もうね、もうリードかなりされてますと。でね、あの駿台学園、なんていうの、もう駿台って言っちゃっていいですか、もうすいません、ちょっと軽略で、はい、すいません、駿台はね、あの見てて思ったんですけど、すごくコミュニケーション取るんですよ。バン、あ、西山くん笑ってますね。リベロ西山くんが大爆笑と。完全に捉えたよ、バン。バンさんなんか体重100キロいったとか行かなかったとかなんか話しましたね、この日。はい、さあ3桁の番。あ、でさっきちょっと話戻るんですけど、駿台のね、皆さんあのすごくね喋るんですよね。皆さんコート内でコミュニケーション取ったりとか、とってもなんか喋るなっていうのがすごい印象的で、あ、さっきの左利きのね、彼めちゃくちゃいい、止められない、厄介、相手にいたらすっごい嫌な選手ですね。はい、すごい今も喋ってましたね。そう、やっぱそういうところも強さの秘訣なのかなとか
思ったりしましたね。撮影僕がしてるんですけど、とってもなんかふむふむふむと思いながら見てました。おいや、さっきのどうなんですかね。もうなんか喜んだもん勝ちみたいなとこありますけどね。僕ちょっとバレーボールのルールあんまりわかんないんですけど、すいません、ちょっとにわかファンなんで、はい。でこの黄色の服着てるのが周太郎でキャプテンですね、はい。ちなみにこの黄色い服僕が貸しました、はい。朝4時ぐらいに LINE が来まして、はい、ちょっと服を貸してほしいと、うん、つまり彼は、何かあったってことですね。朝そんな時間に連絡してくるってことは、はい、そこはご想像にお任せいたしますと、はい。さっきのねワンチ出しもねうまいですね。バン結構綺麗な形で出したと思うんですけど、指先、左の指先狙ってっていう。でランタがやり返しましたね。でランタもああいう点の取り方得意なので、さあバン、バレーに愛されている男バン、ね、見た目はねいかついんですけれどもね、とってもキュートなバンさんでございます。すっごい、なんかそのスパイク一つ一つもうまいんですけど、ああやって、まあ、あれはもうすごいですよ。もう超高校級ですよ、ああいうところもね。なんか寸大のそのつなぎ、1本目のレシーブとか2本目とか、特に1本目ですかね、1本目もうね身を挺して次につなげようみたいなねプレーがね見受けられて、とっても見てて勉強になりました。もうただの努力だなみたいな、もうひたすら練習してんだろうなみたいなのを見てて感じました。さあユウスケサーブめちゃくちゃ良かったですね。ユウスケはさっき言ったのはセッターですね。セッターのユウスケ、あー悔しい、さっきのアウトっぽいのを取った。ヨランタ決めたんですけど、相手のねストレート側のブロックの方あれですね、手引っ込めてましたね。そういう駆け引きもやっちゃうみたいなね、結構バレーボールめちゃめちゃ考えてやってんのかなって思いますよね、ああいうプレー見ると。さあここで左手ステージ上に見えるのが、山形国体のチームが、トレーニングサボってましたね。さっき大丈夫ですかねこれ、監督に怒られないか心配ですけれども、さあ見ていきましょう。関もちょっとリードで頑張ってついていったんですけど、その上を打ち抜いてくるということで、しっかりね高さもあるっていうね、身長ね意外となさそうに見えて、しっかり高いところで打つっていうね、まあでも根本的ななんか基礎みたいなのがしっかりできるんでしょうね、もうもはや。さあこのね相手のミスに全力で喜ぶ大人ということで、はい、ちょっとお恥ずかしいところをね見せてしまったんですけれども、まあ、コートに立ったら年齢は関係ないということで、はい、やらせていただいております。推薦バレーボールクラブでございます。さあランタのサーブ、おなんか抗議する、大人が抗議していく。いやここはねやっぱ譲んないといけないところもありますけれども、やっぱみんなの気持ちとしてはやっぱコートに立ったら年齢は関係ないっていうことなんでしょうかね。はい、いやでもとっても相手もねうまかったですね。そういうネット際のプレーとかもねとってもなんか繊細なプレーがうまいなっていうふうに思いましたね。なんかビッグプレーじゃなくてなんか細かいプレーがとってもうまいなっていう。はい、今決めました関、推薦のミドルの選手なんですけれども、彼はちょっと、まあ、ここだけの話、まあ、結構時間にルーズというか、はい、まあ、ちょっと、まあ、寝坊しちゃったり、まあ、ちょっと寝るのが好きなのかなっていうね選手なんですけれども、やっぱ公式戦とかそういったところでは、ね、とっても頼りになる、ね、選手なので、はい、もうなんか花がありますよね。彼なら何とかしてくれるみたいなところありますよね。はい、で彼のおかげで去年日本一になってますからね、はい、そこも注目していただきたい。さあ周吾決めた、周吾決めた、
ここあれなんですよ、会場が慶応高校でやらせていただいておりました。あの神奈川国体のメインが慶応義塾高校なので、はい、で修吾は慶応義塾大学卒業ということで、ここのねキャンパス、高校と大学一緒みたいで、はい、もう懐かしい懐かしい言いながらみんなとね来てましたね。はい、いや高校こういう感じなんだみたいな、はい、同じ敷地内に高校と大学あるということで、はい、あ、修吾さっき悔しがってましたね、取れなくて。その気持ち分かりますよ、はい、悔しいですよね。もう悔しがることがまず大事と、はい、諦めたらそこで試合終了と。うわー、これしっかりついてる、これは次だね、うん、これはしょうがない、これはしょうがない、うん、2枚しっかりついてる。そのブロックの出し方もなんかもう徹底してますよね、絶対に。なんかもうなんか自己流で出さないというか、もうみんななんか綺麗にまっすぐ変に動かさないみたいなところもね、すごく勉強になりますよ、これ。皆さん参考にしてみてください、はい、僕はやっぱり自己流で出してみんなに怒られちゃいますけど、はい、いやこれユースケね、セッターのユースケのやっぱ長所っていうか、もう身体能力の高さなんですよ。ああやってねもう空中で待ってられるみたいな、ああいうプレー普通できないですからね。なんか二段ジャンプ、空中ジャンプしてるんじゃないかみたいなぐらい、ちょっとさっき止まってましたね。と彼の魅力ですね、あれも。はい、修太郎、俺のね黄色い服着て、で黄色い服はこれあれなんですよ、宇都宮ブレックスっていうね、あのバスケット B リーグですね、はい、栃木県にあるチーム、宇都宮ブレックスのチーム。13番、渡辺さんのね、T シャツですね。あとは、やっぱり私の地元、群馬クレイサンダーズ。はい。と、最近渡辺裕太さんがね、入った千葉ジェッツとか、あと川崎ブレイブサンダーズとかを、やんわり応援しております。はい、バン、ナイススパイク。すごい、めっちゃいい。バレーに愛された男バン。さあ、はい、ナイス。やっとやっといいブレイク。そう、バンね、バレーに愛されてるんですよ。そう、で彼もなんかやってくれるっていうプレイヤーですよね。はい、見た目はいかついけどバレーボールはねとっても真面目でね、頼りになる男ですよ。さあ、惜しい惜しい、ね、これねサーブ入れに行ってもね、このレベルだとすぐ決められちゃいますからね、うん、バレーはとっても奥が深い、ね、サーブミスったら相手に1点いっちゃうけど、家に行ってもこのレベルだとすぐ決められちゃうと、なかなか難しい、それがバレーボール。はい、ということで、4点差、終始寸大リードということで、いや、お、なんか寸大の選手がなんか土下座してた、土下座、なんか腕立てみたいなのやってましたね。何かミスがあったのか、それともああいうプレーをしてしまったらなんか監督に怒られてしまうのか、はたまた自分に厳しいのか、とても気になりますね。ああいう一つ一つがやっぱね、強豪校ってなんかやっぱあるんですよ、強い理由がやっぱあるんで。皆さんもね、この動画で何か駿台高校のね、なんか強さの秘訣とかね、分かったらコメントしてもらって。まあでも、3軍でこれですからね、皆さん3軍ですからね、本当に本当にね、すごい恐ろしいですよ。さあ、5点差。うわー、こういうプレー、これね、難しいですよね。で彼ずっと前半はなんかフェイントとかプッシュとか、ね、そういうので攻めてきてたんで、西山君的にはちょっと前詰めちゃった部分もあったと思うんですけど、いやあれうまいっすね、ああいうねコントロールショットもできるということで、うん、彼はもう未来の春子スターということで注目してください、はい、すいません、ちょっと名前はね、皆さん一切は分からないのですみません、ちょっと分かる方はコメントお願いします。
僕的にはあのサウスポーの子がちょっと気になりますね。めっちゃ身を挺して左手ステージ上で、トレーニング頑張っております。山形国体のチームですね、山形城北高校、先日あの春高も決めたということでおめでとうございます。あの山形国体の方ともね練習試合やってる様子も撮ったので、もしかしたらというか動画ちょっと作ろうかなっていうふうに思います。いろいろなチームとね練習試合したので、ちょっと何あげようかみたいなね、本当に高校生から大学生で、あとはプロのチームとかとも練習試合させていただいたので、まあ全部あげたいですね。もうね、いろんなチームをね紹介したいので、やっぱりいや彼すごい、本当にいいですよね。ミスもないし、うん、ザ高校生って感じですよね。プロとか行くとやっぱりあそこがオポジットっていう、もう攻撃専門みたいなね。今 SV リーグ開幕しましたけれども、ね、もう基本的に外国籍の選手がやっているポジションではあるので、やっぱり高校バレーとかね学生バレーっていう感じしますよね。そうライトプレイヤー、ね、ああいうのを見るとなんか見ちゃいますよね、やっぱりね。で6点差21対14。いやここも全員狙える。あーこのねこの時間差もう無理みたいなね、タイミングさっきねもう完璧でしたよ。クイックのなんか背後から現れるみたいな。セッターの方もめちゃめちゃな組み立てうまいっすよね。はいはいはい、やっと決める。黄色が決めたと、ね、朝4時に僕に LINE してきた黄色が決めたと、ね、もうあえて名前を言わないと、はい、さあ来たビッグサーバー、いやビッグサーバーというか推薦の大砲智彦、ね、この試合はあれですね、周吾が入ってるんですけど、本来は、ライトプレイヤーですね。ピンチサーバーもできちゃうと。うわー来た、ほらバレーに愛されてる。そうこういうところがバレーに愛されてますよね、はい、バンのナイスブロックがありまして、さあここで追いつきたい、まあ、バレーボール的に言うと22対16はワンチャンあるかなと思いきや、もう相手は寸大なんで、まあ、ちょっと厳しいかなとか思っちゃったりとかしちゃったりして、はい、でもう三軍に怯えているっていうね、三軍に怯える大人たちみたいな絵ですねこれは。おお、ナイスブロック、連続ブロックで22対17 でも智彦のサーブが効いてますね。智彦はね仕事で あれですよ、パリオリンピックの会場で、ね、まあ、応援とかもしてたりとかして、あのテレビにちょいちょい映ってましたからね。おっとやばい、トレーニング終わった山形チーム、山形を打ち抜いた、しっかり謝りに行く。そうですよね、そう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 、そう、やっぱりねこれが社会ですから、ね、なんか物当てたら謝る、やっぱ人間としては当たり前。おっとこれ西山かリベルの西岡入ってる、ジェスターするが、やっぱここはラインズマンの判定を尊重すると。いやー素晴らしいですね、めっちゃやばかったよさっきの。素晴らしいサーブ、あれワンチャン、あのなんでなんだあれ、なんかあれやったら入ってるんじゃないか、チャレンジやったら入ってるんじゃないかぐらいの感じでしたね僕の目視では。さあ周吾サービスです、23対19。周吾さんもねとってもねいいプレー、あの前回のあのフォーバルボンズさんとの練習試合でもね、あのスタメンで出ていましたけれど もう本当に何でもできちゃうプレイヤーみたいなね。で顔もイケメンと、はい、で
慶応ボーイと、もうやばいでしょと、でこれ言ったらなんか調子に乗っちゃうみたいなね噂もありますから、もうこれ以上言わないですけれども、ナイスブロック。おっと、相手もコンビが合わない。来た、うわー、ここも合わない、黄色が合わない。うおー、ゆうすけー。いやもうこれね、今日一のハイライトですよ。ゆうすけのね、またいいとこ出ましたね、これね。もうね、打てちゃうんですよ、彼。これ大好き。これもう前、もう全部やってほしいぐらい。うん。もう一回やってほしい。ね、小松もやりますよね。もう、そう、絶対ね、こうやって打つの結構好きなんですよね。さあ、思うようにね、プレーができなくて、イライラしている黄色ですね。黄色、渡辺さんじゃないです。吉田修太郎です。はい。でもさっきのもね、多分リバウンド取ろうとしたんだけど、やっぱね、寸大さんもその辺対応してきますよね。ちょっと当たりどころが悪ければ、ああやってプッシュされちゃうと。難しいっすよね、ああいうのもね。はい。ということで、25対20で、今回の練習試合は終了となります。動画のご視聴ありがとうございました。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ではでは。チャンネル登録、高評価よろしく。バズらんないや、もう一回行こう、もう一回行こう。うん、もう一回行こう、席。ちょっと考えよう。もうちょい。うん、やっぱり。はい、ということで、はい。酒片手で一番面白い。いいよ。はい、どうぞ。チャンネル登録、高評価してくれないと。